笹生優花と渋野日向子の友情と成長物語。序章全米女子オープンの栄光。2024年の全米女子オープンは、日本女子ゴルフ界にとって歴史的な瞬間となりました。笹生優花が優勝し、渋野日向子が単独2位に入ったこの大会は、二人の友情と成長を象徴する出来事でした。両選手は大会終了後、互いの成功を称え合い、その深い絆を再確認しました。笹生優花の軌跡。笹生優花は、2021年の全米女子オープンで初優勝を果たし、2024年に再びその栄光を手にしました。大会終了後、笹生は友人である渋野日向子と共に勝利を祝いました。笹生は、渋野日向子さんと友達で良かったと語り、その友情の深さを示しました。笹生は父親と二人三脚でツアーを転戦しています。専属トレーナーと共に健康管理を徹底し、食事は父親が担当していることが彼女の成功の一因です。父親が健康を考えた料理を作り、キッチン付きの宿泊先を選んでいます。このように家族のサポートが笹生の成長と成功に大きく貢献しています。笹生の優勝は日本女子ゴルフ界に大きな影響を与えました。彼女の勝利は次世代のゴルファーたちに希望と目標を提供し、さらなる成長を促すものでした。笹生は今後も怪我なくすべてのメジャー大会に出場し、シーズンを終えることを目標に掲げています。渋野日向子の成長と挑戦。渋野日向子は、笹生優花に3打差で2位となりましたが、そのパフォーマンスは彼女自身の成長を示すものでした。渋野日向子は優花が強いと語り、その友情と敬意を表しました。彼女はまた、自身のキャディー兼マネージャーである田谷美香子さんへの感謝をインスタグラムで述べており、5年間の苦難と共に戦ってくれたことに対して深い感謝の意を表しました。渋野日向子は、渋子スマイルとして知られるその笑顔で、観客を魅了し続けています。全米女子オープンでの彼女のプレーは、多くのファンに感動を与え、この表情見て泣いた、渋子スマイル戻ってきたね、といったコメントが寄せられました。彼女の笑顔は、ゴルフ界における希望と喜びの象徴となっています。渋野日向子はまた、この5年間どんな時もずっとそばで戦い続けてくれたマネージャーに今回担いでいただきました。心強いにも程があるくらい本当にいつもありがとうございますと田谷美香子マネージャーへの感謝を述べています。この感謝の言葉は、渋野日向子の成長と成功に対するチームの重要性を強調しています。練習ラウンドでの共演。全米女子オープン後の2日間、笹生と渋野日向子はショップライト LPGA クラシックに向けて共に練習ラウンドを行いました。普段から仲の良い二人は、練習場で偶然出会い、一緒にコースチェックを行うこととなりました。渋野日向子は優花は頼りになる部分がありすぎると語り、笹生を尊敬していることを示しました。彼女はさらに、こまめに一緒に練習させてもらいたい、と付け加え、笹生との練習ラウンドを楽しみにしていることを表現しました。笹生もまた、仲がいい選手がいるのはいいこと。渋野日向子さんとはいろいろなことを話していますと語り、二人の強い信頼関係をうかがわせました。この友情は彼女たちがゴルフを通じて共に成長し、励まし合いながら歩んできた証でもあります。次なる挑戦と未来への展望。二人の次なる挑戦は、米国女子ツアーでのショップライト LPGA クラシックです。この大会は、笹生にとっては3年ぶりの出場となり、渋野日向子にとっても過去の成績を超える新たな挑戦となります。彼女たちの努力と友情がどのような結果をもたらすのか、期待が高まります。渋野日向子は優花の姿や私の姿を見て、
これからアメリカに行きたいと思ってくれるジュニアの子や、日本で戦っている選手が増えてくれると嬉しいと語り、未来のゴルファーたちへの思いを託しました。二人の活躍は、日本女子ゴルフ界にとって大きな励みとなり、次世代の選手たちに希望と目標を提供することでしょう。友情の証、笹生優花と渋野日向子の絆。笹生優花と渋野日向子の友情と成長は、ゴルフ界にとって貴重な財産です。彼女たちがこれからも共に歩み続けることで、日本女子ゴルフ界はさらなる飛躍を遂げることでしょう。彼女たちの友情と成長物語は、多くのファンに感動と希望を与え続けるに違いありません。このように、二人の関係性は単なるライバル関係に止まらず、互いに支え合い、共に成長する仲間としての絆が深く根付いています。彼女たちの友情は、ゴルフを超えて多くの人々に影響を与え、その絆は今後もさらに強くなっていくことでしょう。全米 OP2 位の渋野日向子、ちょいと笑顔増えてきた気がする、SNS でマネジャーへ感謝綴る。女子ゴルフで全米女子オープンで2位に入った渋野日向子選手が、自身のインスタグラムでマネジャーへの感謝を伝えました。昨年は年間ポイントランキング上位80位までに入れず今季のシード権を失った渋野日向子選手。今季に入っても予選落ちも続きました。それでも全米女子オープンでは、優勝した笹生優花選手に次ぐ2位に入りました。自身のインスタグラムを更新し、たくさん悩んでたくさんもがき続けて少しだけ光が見えてきてなんだかちょいと笑顔増えてきた気がするような、と率直な思いを綴ります。さらに自身のマネジャーへの感謝、この5年間どんな時もずっとそばで戦い続けてくれたアットピナコーウーンアンダーバーマネージャー、マネージャーのアカウントに今回担いでいただきました心強いにも程があるくらい本当にいつもありがとうございますと思いを込めます。また、まだまだ山あり谷あり人生続きますただひたすらがむしゃらに前向きにこれからもご声援よろしくお願いしますと締めくくりました。